ただいま。おう、あ、なに？え？今日の動画撮ってないから早く撮らないかと思って待ってたんだけど。マジで？今日何するの？今日やるの？もうね、しっかりと準備はできてるので、今回やっていくのは朝準備してたのよ。今日の夜やろうかなっていうことで、よいしょ。この原生血統と呼ばれる、ホペイオオクワガタの幼虫、最終禁止ボトル交換をやっていきたいと思います。最後の禁止瓶だから、めちゃくちゃね、体重大きい状態、一番最後の状態の幼虫が見れるから、迫力満点だと思うよ。で、なんかね、この血統ね、顎が太くなる傾向にあるんだけど、なんかね、太さよりも、なんか、でかさもね、なんか備えてて、前回交換した時にかなり体重伸びてんのよ。へぇ。うん。でもかなりね、期待できると思うので、早速、交換していきたいと思います。で、禁止瓶自体はさ、結構もう劣化してるじゃん。もうこのまま最終まで持っていきたかったんだけど、さすがにね、ここまで色変わってきちゃうと、浮かぶぜ。出る可能性があるから、早速ね、交換して、この子たちに安心していただきましょう。はい、ね。それでは早速、ホペイの幼虫、禁止瓶交換、やっていきましょう。それじゃあ早速、やっていくんだけど、このホペイの幼虫、前回交換した時のグラムもお伝えしながら、今回のグラム、最終体重、一緒に見ていきたいと思います。かなり劣化してるからちょっと怖いな。うら見て、これ中なんだろう、そのこれはね、もうトビムシが大量に出てる状態だからめちゃくちゃ劣化してんのよ。トビムシがさ、つくとさ、茶色くなるんだよ、ね、なるなる、劣化しちゃうの。こうやって早く劣化しちゃうの。だからついてないところは白いのに、ついてるところはもうこう黄色くなるのよね。全部トビムシってこと？その茶色い場所は。そうだね、トビムシとかがこう栄養素を取ったみたいな感じになっちゃってんだよ。だから とりあえずやっていくよ。うるやばい、かなりやばいよね。で、幼虫がね、いるところはここだね。もしかしたらね、幼虫かもしれない、サナギかもしれないのよ。だから結構慎重にね、やらないと怖い。で、2日くらい前の動画、で、最後の方で原生のサナギ見せたんだけど、かなり期待できると思うんだよね。顎の太さも大きさもね。ああ、これはね、洋室っぽいな。最終交換前に洋室作ってたかも。うん、見て。ここ、一部黒いでしょ。うん。ね。多分これが洋室だと思う。あれ、違うね。え？洋室じゃないね。ただそこにいただけなのかな。そうだね。でもなんか洋室っぽいんだけどな。じゃあそこにいないってことはどこにいるんだろう。ね、どこにいる。こっち側か、ほら。あ、ね、反対側だったのね。よいしょ。あれ、あ、いたいた。でも見える、見える、うん、見える。あれ、あ、いた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 。すげえ、すごいでかいのいるじゃん。ほら、でかいね。でもなんか体重落ちてるっぽいわ。いくよ。よいしょ。あ、28g だね。前回交換した時は30g だった子なのよ。だからもう結構ちょっと落ちちゃった感じかな。で、最終 28g だったら、まあ75以上、75以上は出るかなって感じ。うん、オッケー。はい、それでは2本目やっていきます。これも劣化してるね、かなり。うわ、超汚いね。あ、この子は前回交換した時に 29g だったのよ。
だからホペヨウクワガタって、うん、多分ねそんなに 30g 超える個体、うん、バンバン出ないと思うんだよね。どうなんだろう。俺が去年飼育した、うん、平成8年型のホペイとか、うん、他のホペイ、うん、全体的にね 25-6g が多かったのよ、うん、これが 30g 付近まで伸びてるってことはかなり期待していいんじゃないかなと思うんだよね。うわー、いた。行くよ。ほらほら、いるね、うん、やばいやつ。うわー、結構大きくなってくれてんじゃない。もう本当に洋室作ってる感じだもんね、これ、うん、そうなんだ。そうだね、完全に自分の洋室作ろうとしてる。じゃあ行くよ、うん、もう最後出してあげてさ。え、洋室作ってる時に出すとダメなんじゃないの。あー、体重ちょっと落ちちゃうね。うん、うん、だけどまだギリセーフだと思う。もう一回作るの。うん、作る作る。ただこれがさ、うん、劣化したまんま入れておいたらさ、うん、もう3ヶ月後さらに劣化するわけよ。うんうん、そしたらその時にベチョベチョ体菌糸の中に入れてたら、うん、羽がパカってなっちゃったり、うん、ね、よろしくないのよ、うん、もはやなんかそれやっちゃうと、うん、せっかくここまで大きくなってくれたのに、うん、まるで意味ないんだよね。うん、うん、いくよ、上げるよ、うん、よいしょ。おー、28.5 だから 0.5g 落ちてるんだけど、うん、もう変動がそんなにないから、うん、変にこう 2-3g 落ちたりするんだったら、うん、もうやばいなって思うんだけど、ほら見て、これは暴れじゃないのよ、うん、さなぎになるための、うん、自分の空間を作ってたってことだよね。うん、うん、だからもう最後交換してあげて綺麗なのに入れてあげて、うん、もう一回ね自分で作ってもらって綺麗に浮かしていただきたいと思うわ。うん、よし、オッケー。はい、それじゃあこの子ね、うん、3匹目になるんだけど、やばいなこれな。これ一番ひどくない。あー、なんでこんなにトビムシさんいっぱいいるかね。いやー、なんか綺麗だね、すごい。全然食べてないね。食べてないの。うん、この子も多分自分のもう洋室作り始めてるんだろうね。今のタイミングがギリかちょっとアウト。ただ羽化不全だけは絶対させたくないんだよ。あ、何、うわー、やっちゃってるわ。え、潰した。マジか、違う違う、うわー、やってるわ。あー、もう、ほら、うわー、ショック、うわー、めっちゃショックだよこれ。これ何、どうなってんの、これ、どういうこと、死んじゃったの。死んじゃった。真っ黒になるんだね。あー、炭みたい。この子はさ、前回交換した時に 30.5g あったのよ。へー、すげー期待してたんだこの子も。違うな、でももうこれはもうしょうがない、酸欠ではないんだよ、普通のボトルだから。うん、しかもこれ結構最近、うん、なくなっちゃった感じだね。なな、最近って言ってもまあ20日ぐらい経ってるんだろうけど、でも1ヶ月とか2ヶ月経ってるんだったらもう溶けちゃってるのよ。だけどまだ黒くなって押してもさ、若干弾力がある。20日ぐらいしか経ってないんじゃないかな、なくなってから。かわいそうね、ショックだけど、まあこれもしょうがないね。うーん、オッケー、次やっていこう。じゃあ次いくよ。今まで見せたのが俺の厳選ケット、うん、で、このやつは本家、うん、オークアデライトさんからもらった幼虫、うん、だからどんなのが出てくるか楽しみだよね。俺のラインとは違うからさ、うん、うわ、いたね、ここに。ちゃんと生きてるね。ああ、よかった、なくなってないだけよかったわ。前回この子はね、うん、26.5g、 そこまでね大きいわけじゃないのよ。でも大きく見えるね。うん、
まあ奥方とね比べちゃったらあれだけど、うん、とりあえず測ってみるよ。じゃあいくよ、うん、よいしょ。おっ 0.5g 伸びたね。うん、前回交換した時よりも伸びてるので、この子も最終ボトルに入れてあげたいと思います。元気ですね。4匹目交換したいと思います、うん、さっきのさ、うん、3匹目の幼虫、うん、ショックすぎてさ、この最後のさ、うん、ボトルの時に亡くなるのが一番辛い。まあね、今まで手がかかってきたからね。800、1400って入れて、うん、で最後もう一回1400交換する時に黒くなってるの見るとね、結構ダメージ大きいよ。うん、なんかこういろんなことを想像してるわけよ、うん、どんな子が出るかなって、うん、で普通のオクワガタとかホッペオクワガタと違って、うん、なんか顎が太くなったり、うん、まあ大きい形になったりとか、うん、こうさまざまなわけよ、極太系の血統ってね、うん、どんなの出てくるかなって思ってたんだけど、やっぱちょっとショックだわ。じゃあ早速ね、うん、5頭目、うん、5頭目をねやっていきたいと思います。最後ね。ああ最後だよ、うん、この子に期待してるよ。いい？生きてるといいね。そうだね、うん、いくよ、うん、それじゃあ、うん、この子、交換していくよ、うん、やっぱりね、やばい。何が？あこの周りについてる、うん、白っぽいの分かるかな？見えるかな？分かるかな？これ、ここで見えれば分かるかな？ここら辺の白いよね。うん、うん、これ全部飛び虫な。安定の飛び虫です。あ安定の飛び虫大量に入ってるわ。でもね、これやっぱりね、去年のね11月とか10月のやつだから、うん、もう4ヶ月ぐらい経ってるのよ、うん、だからもうしょうがないよね。ほんと引っ張ろうと思ったんだけどね、これで最後まで。でほらさなぎにねなってる個体もいた。いるじゃんここに。こんにちは。うん、こんにちはしてるじゃない。ほんと引っ張ろうと思ったのよ、うん、最後まで、うん、2本で行こうと思ったんだけど、うん、ちょっとね怖いので交換します。ほんと何回も言うようだけど、うん、この最後のボトルを交換するか交換しないかで、うん、結構ね変わると思うからさ、放置しちゃダメよね。いくよ。しゃいで。わあ、飛び虫の中に手を突っ込むのは嫌だわ。え、でも飛び虫も一緒に飼ってるからね。あ、まあね、飼わない、うん、飼ってるからね。そうそう、いくよ。セットだから。し、この子は前回 30.5g だった子、うん、いいね、張り回っていくよ、うん、よいしょ、うん、30g ジャスト。でもね、これ 30g とかの個体をさ、うん、この YouTube の動画、うん、ホッペイオクワガで見せられてるっていうのが、うん、まず感激だね。俺動画で見たことないもん、 30g ぐらいのホッペ。え、何、どういうこと、大きいの？うん、大きい大きいよ。 30g なんか全然大きいって。ほんと、うん、まだね、そのほら上を見たらキリはないけども、うん、俺がこの YouTube 動画で見たほっぺいの中では、うん、多分一番大きいんじゃない30年とか言ってね、全然ちっちゃかったりしてね。もっと大きいの持ってるやつっていう人がいるかもしれない。そうめちゃくちゃね、うん、後で言われるんでしょ。だから俺が見た感じではなんか 30g 付近のほっぺいは見たことはないかな。うん、OK、それでは、うん、もう最後ね、うん、エンディングの方迎えて、うん、行きましょう。はい、それではエンディングになります。今気づいたんだけどさ、うん、俺マスクずっとこのまんまなんだね。してなかったね、動画上で。いいんじゃない、顔出しじゃん、ほぼもう素顔が見えて。あ、そう、うん、こういう顔でしたみたいな。ということでエンディングになります。今回はホペイオオクワガタ幼虫交換して、まあ、悲しいこともあったんだけど、なかなか全体的にバランスの整った体重で、俺的にはめちゃくちゃ満足ね、うん、ただこの厳選ゲットもそうだし、俺が飼育してるホペイ 35g 付近のやつもいるのよ。これだけじゃないの？違う違う違う、何言ってんの、これが全部じゃないってこと？何を言ってるの、もう 5、60頭ぐらいいるよホペイ。どこに隠してんの？どこだろう。だからその中で 35g 以上のやつが出てきてるから、うん、それも成虫になった時ね、
今年の夏前くらい出てくるから、うん、皆さんにお見せしたいと思います。厳選もね、引き続きやりながらね、うん、で、最後、エンディング、うん、これだけのね、やつじゃつまらないなと思って用意いたしました。これね、昨日ね、ゆっちゃんと開けたのよね。そう、あのね、やばかったの。やばかったよね。何がやばいってね。いくよ。うん、怖いよ。開けた瞬間がやばいの。うん、よいしょ。これね、中がガム状になるんですけど、うん、このケースの中が蒸れてるのか、うん、何なのか、めちゃくちゃ臭いのよね。そう、近づけらんないの、顔を。うん、あのよくさ、夏、電車とかバスに乗ってさ、あっっていう匂いの、ね、あれあるじゃない、うん、それと全く同じ匂いしてるのね。スンとするようなね。あー、やばい。これね、食欲マジなくすもんね。いくよ、とりあえず取るよ。これ手に匂い移らない？多分これね、うん、生態自体は問題ないのよ。あ、そうなの。ケースが臭いの。このケースが臭いんだよ。やばいんだよね、ほんとに。ああ、で、これで、なになになに、鼻が曲がるかと思った。うん、曲がるよ、もはや。あれだと思う、吐きそうだった。悪質だよね、もはや。これ渡されたらもう悪質だよ。やばいよ。うん、ということで、これね、うん、4日前か5日前ぐらいに、もう、あ、ここから匂うわ、待って。これか、ごめんごめん、これ蓋閉めるわ。ごめんごめん。よし、OK。 これね、4日か5日ぐらい前ぐらいに生まれてくれた、うん、あの、角曲がりのガウジョン、いつかの動画で見せたじゃん。うん、あの、さなぎの段階でさ、うん、角曲がっちゃったみたいな。なんだけど、しっかりとね、他は問題なく生まれてきてくれてて、うん、やっぱ前足長いね。ね、うん、すげえ前足長い。でもさ、脱皮した皮みたいにちょっと取らなくて大丈夫？これ、うん、あ、この頭のやつ？うん、うちが隣に置いてあるやつ。あ、大丈夫大丈夫、このまんまで。なんでそれ取らないの？いや、安心感あるでしょ、自分の脱いだ殻あったら。あ、そうなの。あ、ただこれにダニとかついてたら、うん、全部取ってあげるけど、うん、でもとりあえずね、このまま置いといて、うん、まああと、そうだね、1ヶ月ぐらいはこのまんまケースに入れて保管しとこうかな。かわいいね。ね、曲がっちゃってるけど、うん、それもいいよね。ね、それもまた一つの味かな。俺はまっすぐなやつが好きだけどな。はい、それでは今回の動画はここまでとなります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。それじゃあまたね、バイバーイ。